こんにちは、ミスター山田です。今回はですね、こちら、こちらの商品、リバースグレインっていう、リバースグレインフレッシュっていうんですかね、っていう、これ、ろ過剤の、ことなんですけども、今回こちらを購入してみました。で、こちら、ろ過剤でなんで購入したかっていうとですね、これ、苔を制御してくれて、pH を安定させてくれて、水替えの回数が減るっていう、ろ過剤です。で、これはどういうものなのかっていうと、このろ過剤がですね、イオン吸収、イオン吸着をしてくれるんで、こんな感じですね、書いてます。イオン吸着プラス、生物ろ過ですね。で、この中はですね、基本的になんか普通のちっちゃいろ過剤みたいな、感じなんで、まあそれが、イオン吸着除去してくれて、生物ろ過で3ヶ月持続っていうことなんですけども、基本なんか結構ですね、この後ろ、読んでるとだいたいこちら3ヶ月から、6ヶ月持つっていうことなんで、これ一応30リットル ×20 な2個なんで、まあ60リットルだとこれ2個使わないといけないんですけども、まあ自分よ、これハイタイプの45センチ水槽で使おうと思ってるんで、まあ1個ですね、を、外部フィルターに入れようかなと思ってます。で、まあ半年ぐらい持つんで、まあ1年ですね、これ1個買っとけば、まあ1年使えるということで、で値段はですね、基本2000円ぐらいします。なんで、まあ高いっちゃ高いですよね、まあだけど、まあこれ1年持つって考えれば、まあ、2000円だと安いんじゃないかなと思います。で、一応これ結構まあいろんな、まあ、サイトとか、動画サイトとかですね、そういう、まあ、ブログとかで結構これ苔を防いでくれるっていう、なんかこれを使うと安定しましたっていうようなことを書いてある人が結構いるんで、まあこの間ショップですね、熱帯魚屋さんお店行った時にちょうど欲しいなと思ってて、いろいろ見てたらちょうどあったんで買ってみました。ちょっとですね、2000円だったんでどうしようかなと思ったんですけど、まあいいやと思ってですね、買ってました。まあ一応こんな感じでですね、葉っぱの周り黒ひげゴケとかこうついてるんですけども、まあ使用するとこんななくなりますよっていう、まあどうなのかなっていうですね、まあ半信半疑で、まあ基本ですね、これろ過剤としても使えるんで、まあ、こうやってイオン吸着がなくなっても、まあ、基本2年間使えますよって、まあ2年って書いてるんで、まあ2年以上使えるんでしょうけども、まあ結構便利ですよね。苔とかで悩んでる人がいれば、まあこれを使ってもいいんじゃないかなと思います。で、一応このウォーターエンジニアリングっていう、なんか誰かが書いてたみたいなんですけど、なんかどっか忘れたんですけど、なんかこう調べてる時に、なんかここの会社の方、社長さんとかがなんか結構水のなんか研究じゃないけど、まあそういうの詳しくしてて、なんかいいですよみたいなのを、なんか口コミかなんかとかなんかで見たんで、あ、いいんかなと思って今回は買ってみました。で、これを今回ですね、ちょっとセットしてどうなるかですね、まあすぐ効果は発揮できないと思うんですけども、まあセットしてみてこれからどうなるかですね、まあとりあえずやってみようかなと思います。じゃあちょっとですね、セットしていこうかなと思います。中はですね、こんな感じで、ちっちゃい、つぶつぶのやつですねが入ってます。なんかどうなんでしょうね、これこういう感じのやつが入って、まあこれ2000円するんで、まあこれ1個1000円ぐらいですよね、なんでまあ高いっちゃ高いんですけど、まあ使ってみる、価値はあるんじゃないかなと。ちょっと洗ってきたらですね、こんな感じで
ちょっとパチパチ、パチパチ音が鳴ってます。こちらですね、このゴム、ハイムのゴムですね。これも、一応これワセリンを塗ってですね、このワセリンなんですけど、ワセリンを塗って戻していきます。結構フィルター掃除も前回ですね、多分2、3ヶ月経ってると思うんですけど、全然、汚れてないですね、中は。そこまでなんで別に、そんなに洗う必要はないなと。でこうやって、こういうゴム系ですねは劣化するんで、基本的にこうやって軽く、ワセリンとかを塗ってあげとくと、長持ち、ワセリンをちょっと塗ってあげておけば、まあですね、ワセリンちょっと塗ってあげておけば、ここのゴムの劣化しにくくなるっていうのと、まあ、水漏れ防止ですね、そういうのを、で戻していきます。なんとかですね、あまり入れすぎが良くないからちょっと今入りましたね。これでですね、セット完了です。結構ですね、こんな感じで苔がまあまあ生えてるんですよね。まあ今回セットしたことで、これがどんな風になっていくかですね、楽しみです。まあ今のところこのウォーターローンですね、ウォーターローンにはそんなに苔自体はですね、そこまではひどくないんですけど、で今これ映ってるヤマトですね、ヤマトはもうちょっと引っこ抜くんで今ちょっと外してます。まあ、こんな感じで石もですね、結構こういう苔が、まあ、ひどいな。まあだけどですね、そんなにまあこうやって岩は結構苔がひどいんですけども、まあ水草にはですね、そんなに苔自体はそこまでついてないんで、まあ、だけどこの石の黒ひげ苔とかですね、結構ひどいですね。このルドイジアですね、このスーパーレッド、まあこれはそんなにですね、綺麗ですよね、そこまで苔は生えてないです。まあ、一番やっぱり石ですね、石がちょいちょい黒ひげ苔出てます。まあ、これハイグロフィラですね、これも綺麗です、今のところですね。でこうやって気泡も出て、このストーンですね、ストーンも、苔が、黒ひげ苔ですね、生えてます。まあ水草にそこまで生えてないんで、まあ今んとこ良さそうですけどね。まあ今回セットして、本当これで石のですね、苔が少なくなったりするとかなり効果があるということですよね。これも綺麗ですよね、気泡がついてます。これは
まあ、真上から見るとより綺麗なんですよね。まあ結構トリミングしてですね、今増やそうと思ってるんですけど、このロタラもですね、まだ綺麗ですね。これインディカとグリーンロタラですね。でこちらが、ロタラワリキですね。あ、こうやってゆっくり見るのも癒されていいですよね。まあ、プシープレコがですね、頑張ってああやって苔を毎日毎日、やってくれてるんですけど、まあこんな感じですね。まあ香料が結構強いっていうのもあるんですけど、まあそれにしてもヤマトをですね入れたのがちょっと失敗でしたね。今ですね、もうこのウォーターローン結構抜けちゃって、今この映像で見てる時より今少なくなってますまあ気泡はこんな感じで上がってですね、ゆっくり眺める分にしてはかなり癒されます。まあということでですね、今回、新しい、まあ、ロザエですね、セットして、苔がなくなればいいかなと、まあそれの経過報告もですね、これからまたちょこちょこ上げていきたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。では、またアップしていきますじゃあね、バイバーイ。